宮沢賢治作、馬、1924-5-22。一日いっぱい、よもぎの中に働いて、バレーショのように腐りかけた馬は、明るく注ぐ夕日の汁を、食塩の結晶したバサバサの頭に感じながら、 畑のへりのくまささをボリ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 食っていたそれから青い晩が来てようやく馬屋に帰った馬は高圧線にかかったようににわかにバタバタ言い出した馬は次の日冷たくなったみんなは松の林の裏へ 大きな穴をこしらえて、馬の四つの足を曲げ、そこへそろそろおろしてやった。がっくり垂れた頭の上へ、ぼろぼろ土を落としてやって、みんなもぼろぼろ泣いていた。